皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はリクエストにお答えして、ギターの先生になるためにはどうしたらいいか、ギター講師になるためにはどうしたらいいか、そんな話をさせていただこうかなと思います。というのも、何気にこのコメントとかメールとか、ツイッターのリプライとかで、そういった質問、何気に結構多いんですよ。僕も滝沢さんみたいなギターの先生になりたいんですけども、どうしたらいいですか、ギター講師になりたいんですけども、どうしたらいいですか、何が必要ですか、何をすべきですか、そんな質問、何気に結構多いです。なので、そういったことを志している方に向けて、ちょっくら僕がベラベラとお話をさせていただきますので、よかったら参考にしてみてくださいませという感じでございます。ちょっくら動画が長くなると思うので、3本に分けようかなと思います。1本目のこの動画は、ギターの先生になるための心構えみたいなお話をさせていただこうかなと思います。2本目に関しては、もうちょっと具体的なやり方についてお話をさせていただいて、3本目の動画では、事前にツイッターでいただいた質問に答えたりとか、僕自身が思うことなんかをお話しさせていただこうかなと思います。ぜひ参考にしてみてくださいませ。イェーイ、北野先生になるぜ、洗濯物干すぜ、イェーイ。はい、そんな感じでございます。1本目の動画、参りましょう。行きましょう。まず、よくいただく質問として、ギターの先生になるためには何が必要ですかという質問があります。ギターの先生になるためには何が必要ですか？どう思います？何が必要だと思います？ギターの先生になるために必要なものって何だと思います？資格？検定？何かテスト？何かあるかもしれないですけれども、どう思いますか？平たく言っちゃうと、何もないです。何もない。学校の先生とかと違って、特に試験資格とか、何とかの卒業試験とかがあったりするわけではないので、資格、試験、面接、講習、こういったことは何も必要ございません。なので、誰でもなれるんです。別にふざけてるわけじゃないです。本当に誰でもなれるんです。なので、もし皆さんがギターの先生になりたい、ギター講師になりたいと思ったならば、そのときにやらなければいけないことはたった一つです。たった一つ。それさえやれば、今日からあなたはギターの先生です。それは何かというと、イエーイ、今日から俺ギターの先生だって声高らかに宣言をすることです。ふざけてないです。本当にそんなものなんです。ちょっくら僕のお話をさせていただきますと、よく学歴のことを聞かれます。学歴どうなんですかって。で、これ、お恥ずかしいことに僕はですね、学歴すごく低くてですね、偏差値40ぐらいのなんか普通科の公立の高校の高卒でございます。そこからも学歴終了でございます。そこから専門学校行ったわけでもないですし、音楽大学行ったわけでもないですし、何か塾に行ったわけでもなければ、教室にも通ってもいません。で、そこからその医療を勉強したりとかして、今の立ち位置があるわけなんですけれども、持っている資格としては、その高校を卒業しているということと、TOEIC と、簿記2級と、自動車免許と、大型二輪か、そのぐらいでございます。で、なんでこれはひっくり返してみると、誰でもなれるということのお手本なわけでございます。僕はもう誰でも先生になれるよというお手本でございます。いつだかなんかね、なんだっけかな。新年の挨拶動画かな、そのコメントにあったんですけれども、滝沢さんみたいなこのギターの先生になるためには、やっぱりギターと専門学校とか行かなきゃダメですかみたいな、なんかそういうコメントがあったんですけれども、いや、それを俺に聞くかってなんかちょっと思ったりとかして、ちょっと面白かったです。それはさておき。そんな感じで、誰でもなれるという話でございました。で、それらを踏まえた上で、ちょっと僕が覚えておいた方がいいかなと、意識しておいた方がいいかなって思うことが2つありますので、その2つの話を今回、この動画でお話しさせていただきます。それは何かと言いますと、1つ目、知識量という話です。知識量。もう知識量は商品の数です。知識量は商品の数という話。で、2つ目に関しては、多少のビジネスセンス、という話をさせていただこうかなと思います。自分を安売りしすぎないという話です。多少のビジネスセンス。ちょっくら順番にお話しさせていただきますと、1つ目、知識量について。知識量は自分の商品の数であるということ。よくいただく質問の内容としてまたこう多いのが、ギターの先生になるためには、楽譜の読み書きは必要ですか、音楽理論は必要ですか、作曲は必要ですか、アドリブは必要ですかと、それぞれができるようになる必要はありますかという話なんですけれども、よくいただきます、こういった質問。で、これらはね、もう本当ね、総じて何とも言えねえというのが答えなんですよ。何とも言えねえです。何とも言えねえです。何とも言えねえです。皆さん、普段いろいろご飯食べたりとかするじゃないですか。で、皆さんがそのパン食べたいと、パン買って食べたいと思ったとしますよね。で、その時に大体そのスーパーとかコンビニに行ったりとかすると思うんですよ。で、そのパンを求めてコンビニに行きましたと。で、そのコンビニに行ったらもうパンの数がめちゃめちゃ種類豊富で、みんな全部うまそうで。で、そのね、一つ買ってみて、家に帰って、ね、バカッと開けて食べてみたら、めちゃめちゃうまいっつって。わあ、そこのコンビニマジ使えるわ。すごい美味しそうなパンがたくさんあったから、今度は違うのを買いにあそこまた行こうって
なりますよね。で、逆にそのパンを求めてコンビニに行きました。で、そのパンのコーナーを見てみたらパンが1個もねえぞと。おいおい、なんだよ、俺パン買いに来ちゃうのに、なんでおにぎり買って買わなきゃいけないじゃねえかよ、なんだよ、このコンビニ使えねえなっつって、そのコンビニに行かなくなるってことは、まあよくあることですよね。そんな感じで、ギター教室というか、ギターの先生というのも、要は言ってみればそのサービス業の一種なので、ニーズに応えられるかどうかがすべてなわけですよ。生徒さんからパンが欲しいと言われるときもあるし、おにぎりが欲しいと言われるときもあります。カップラーメンが欲しいとか、お水が欲しいと言われるときもあります。ただ、そのときに自分がどんだけの商品を持っているかという話なわけです。もし、皆さんがその先生になって、その生徒さんがついたとしますよね。で、その生徒さんが楽譜について一切何も聞いてこないんだったら、楽譜の読み書きについて一切何も聞いてこないんだったら、もしかしたらあなたにとって楽譜の読み書きというスキルは必要ないかもしれません。けど、その生徒さんが楽譜に読み書きについて何か質問してくるんだったらば、それはもう必要なスキルになりますよね。そんな感じで、結局はそのニーズに応えられるか応えられないかという話なので、ギターの先生になるためには、楽譜の読み書きのスキルは必須ですか、必要ですかって聞かれたら、何とも言えねえという話になるんです。で、まあ、何度も言うようですけれども、その自分の知識量というのはその商品の数に比例、商品の数と全く同じなので、それがあればあれば、あるかあればあるほどいいに越したことはもちろんないです。なので、まあそのね、自分はどんどん高み続けなければいけないんですけれども、これが必要かどうかって聞かれると、何とも言えないというのがその僕の答えです。で、ちょっくら、うがった見方というか、少し厳しいことというか、その僕が個人的に思うことをお話しさせていただきますと、楽譜の読み書きができなければダメですかとか、その音楽理論を知らなければダメですかとか、キーの概念を知らなければダメですか、ダイアトニックコードのことを知らなければダメですかと、そういった質問がすごく多いんですけれども、僕の中で最低の知識として、最低の商品の数として、楽譜の読み書きと、あとある程度の音楽理論、その楽典を読めるぐらい、楽典を理解しているぐらいの音楽理論の知識は、必要、もうマスト必須だと思います。というのも、その楽典について質問してくる質問、生徒さんは、まあ、いないと思いますよ。いないと思います。けど、楽譜の読み書きに関しても、楽典に関しても、1ヶ月ぐらい真面目に勉強すれば、絶対理解できる範囲の話だと僕は思うんですよ。確かに、まあ、ややこしいときもありますよ。楽譜の読み書き、ややこしいところもあります。楽典とかも、ね、すごい読んでると、なんか、なんだこの言い方みたいな、すごいなんか分かりづらい言い方してるんで、なんかすごい、なんかついていくのが大変です。でも、1ヶ月ぐらい覚悟を決めて、俺はやるぞと、もうね、覚悟を決めて、根詰めてやれば、絶対に1ヶ月で理解できる話だと思うんですよね。なので、僕からすると、その1ヶ月とか2ヶ月とかは、もう努力できないぐらいの覚悟なのか、の覚悟なんですかって、ちょっと聞きたいって感じです。なので、その質問の一つとして、皆さんからその楽典を読まなければダメですか、楽典を理解している必要がありますかって聞かれたならば、僕はまあ、必要ない、必要あるかどうかって聞かれたら、必要ないと思いますよと。必要ないと思います。けど、それでいいと思ってますかって聞きたいです。で、それでいいと思ってますって言ったら、それはそれでいいと思います。でも、それじゃダメなのかなと思って勉強する場面が出てきたならば、それはそれで素晴らしいと思います。僕は常にそんな感じですね。必要かどうかって聞かれたら、まあ、必要じゃないと思いますよ。いらないものもすごくあるかと思います。ニーズに応えればいいだけですから。けど、それで必要、なんて言うんでしょう。それでいいと思ってるかどうかって感じです。皆さんがそれでいいと思うなら、いいと思います。ただ、僕はいいとは思わないですけどね。楽譜の読み書きができないなんて、そのこと、そんなことぐらいも知らないのかってちょっと思っちゃいますけれども、うん、まあ、その辺は皆さんにお任せという感じですね。なので、まあ話をまとめますと、結局はその知識量というのは商品の数なわけでございます。なので、その生徒さんにね、その聞かれたときにその答えられるかどうかという話なので、必要なときもあれば、必要じゃないときもあると。でも、結果的にあればあるほどいいに越したことはないので、いいので、あればあるに越したことはないので、まあ、たくさん用意をしておこうということでございます。ちょっくらまた僕のエピソードを一つお話しさせていただきますと、前にその生徒さんと作曲についていろいろ話をしているときがあったんですよ。なんか、ここはそのセカンダリードミアントになっていて、ここはサンドハーンの転調があって、で、そのね、ここは平行調だから、その C が E フラットになったり、なんたらかんたらみたいな感じで、ちょっとこう入り組んだ話をしてたんです。で、そのときにその生徒さんが、質問してきまして、僕いつもこの単語を忘れるんですよね。ドッペルドミナントとピポットコードって何ですかっていう話をしてきます。ドッペルドミナントとピポットコードなんだっけかな、どっかで聞いたことっけ、なんだっけかな、それなってなんか正直僕は思いました。ていうか普通に言いました。なんだっけそれっつって。ドッペルドミナント、ピポットコードなんだっけ、なんかすげえ聞いたことっけ、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったらごめんって言いました。
けど、ちょっと待ってっつって、iPad でその、ね、ピボットコードをドペルドミナントみたいな感じで調べて、で、1分ぐらいその記事を読んだりとかすれば、あ、そういうことねと、すぐ理解できたので、あ、ポルコイこういうことだよという感じですぐ教えることができたんですけれども、こんな感じで聞かれたときにその、今自分 の, その、ね、商品棚にそれがなかったとしても、すぐ調べたりとかして、結局その教えることができれば、与えることができれば、それはそれでまたいいかと思います。ただね、その探して探して、自分で調べて調べて、基礎力として音楽理論のことを、ね、僕が持ってなかったら、そこは理解できないわけですからね。まあ、そこはその、なんていうんでしょう、もうどんどん自分を高めていこうという話になるわけなんですけれども、そんな感じでございます。なんとなく伝わりましたでしょうか。知識量は商品量であると、商品の量であるという話でございます。で、2つ目の話は、適度なというか、まあね、そこそこ、ちょっと、なんて言えばいいんだろう。多少のビジネスセンスです。多少のビジネスセンス。めちゃめちゃ有能なビジネスマンになる必要はないんですけれども、多少のビジネスセンスは必要です。こういったらちょっと失礼かもしれないんですけれども、そのライブハウスとかで毎回毎回赤字をやっているようなそのバンド売れないバンドマンさんとかは、ちょっとこの辺が大きく欠如しているような気がするんですけれども、平たく言うと、自分を安売りしすぎないということです。自分を安売りしすぎないこと。ちょっくら、もし皆さんが、税金のこと、もしくは法律のこととかで相談したいことがあると、すげえ困っていることがあると、誰かに相談したいと。で、そんなとき、その税理士さんとか弁護士さんにその相談することができるんですよ。大体の方がそのホームページから、ね、そのお問い合わせみたいなところを設けておりまして、1時間いくらという形で相談ができる形になっているんです。で、その1時間いくら払えば、そのもしその自分が持っている税金の問題とか、その法律の問題とかをその、ね、相談してその解決することができると。まあ、大体の方がそんなことをやっていらっしゃるんですけれども、その料金の相場っていくらぐらいだと思いますか？税理士さん、弁護士さんに、税金とか税金とか法律のことで相談をして、1時間いくらかという話でございます。まあ、すごいいろいろ幅はあるんですけれども、大体相場でいくと、まあね、5000円から1万円ぐらいじゃないかなと思います。大体5000円ぐらい。で、高い方だと1万円とか、そのぐらい。1時間です。1時間。どう思いますか？この値段を聞いて。高いと思うか、妥当と思うか、安いと思うか。まあ、安いか妥当って思う方はすごい良いと思います。良いと思います。これを高いと思った方はちょっと要注意です。高いと思った方はちょっと要注意です。ちょっと立場を変えて、皆さんがギターの先生になりましたと。ギターの先生です。で、そのギターの先生、あなたというギターの先生に生徒さんがつきましたと。で、そのまあ日々レッスンをしていくわけなんですけれども、その生徒さんがあなたに対するレッスンの対価として、1時間5000円となったならば、生徒さんが1時間5000円ずつもらってたとしたら、どう思いますか？これ高いと思いますか？妥当と思いますか？安いと思いますか？これを、まあ、安い、もしくは妥当と考えられるんだったら、まあ、とりあえず OK だと思います。安い、妥当と考えられるんだったら OK。で、これをちょっと高いかもしれないって思う方は要注意です。要注意です。さっきも言いましたとおり、自分を安売りしすぎないということがとても大事です。例えばですけれども、仮に皆さんがその先生になって、生徒さんがついて、1時間5000円はちょっともらいすぎだから、もうちょっと安くするよっつって500円にしたとするじゃないですか、500円。まあ、ちょっとこれ安すぎですけれども。で、まあ、仮に500円の設定しましたと。で、1日8時間フルで働いて、生徒さんがたくさん来てくれて、もうみっちり8時間分生徒さんが来てくれて、まあ、1日4000円分 の, その売り上げがあるわけなんですよね。で、その1時間4000円の売り上げが週に何回かバババッとあった中で、まあ、その自分でやりくりをしていかなければいけないんですけれども、まあ、ぶっちゃけ言って、1日4000円の売り上げだったら、まあ、絶賛赤字になると思います。絶賛赤字になると思います。税金も払わなければいけないですし、そのスタジオ代のこととかもありますし、で、普段その、ね、楽器のメンテナンスとか、その機材代とかの、そういった支払いもしなければいけないので、絶賛赤字です。でもそこでその皆さんがその、ね、いや、俺はお金のためにやってるんじゃねえ、やりがいのためにやってるんだっていうのは、別にそれはそれで構わないですし、別にいいとは思うんですけれども、そのトータルの幸せを考えたときに、その自分の安売りというのはその周りを不幸にする可能性があるんですよ。もうちょっと具体的に言いますと、まあ、1日4000円 の安い、なんて言うんでしょう、日給といいますか、その売り上げ、でもその、ね、細々とやりくりをしたとするじゃないですか。別にそれはそれでいいんですけれども、続けられなくなったときに、さあどうするかという話なんですよ。続けられなくなったときに、さあどうするか。
ずっとこうね、細々と言ってたけれども、生徒さんも少なくなってきて、もうこれ以上この生活続けられねえと。でも本当にもうすごいね、栄養も足りてないし、もう食べれないぐらいもね、もうガリガリになっちゃって。でもそれでも頑張って続けてたけれども、もういよいよ閉店です。このギター教室さんもね、もう終わりにします。閉鎖します。バーンってなったときに、その生徒さんを裏切ることになるわけじゃないですか。なので、その自分自身もその元気でいなければいけないし、そのいろいろこの勉強する機会を、なんて言うんでしょう、本を買ったりとか、そのライブ行ったりとかして、自分自身もそのたくさん吸収しなければいけないわけです。自分を高めつつ、その生徒さんにいいサービスを提供する。で、その僕もウィンだし、生徒さんもウィンだし、もっと言えばそのスタジオとかその場所を借りているところもウィンになるし、その音楽業界全体としてそのウィンになるためには、そのいくらぐらいが適切かという価格設定をする必要があるということです。まあ、これはちょっと安すぎですけれども、1時間500円でいいよというのは、逆にそのわがまますぎると思います。なんとなくイメージ伝わりますでしょうか。そうですね。わかりやすいところで言うと、続けられなかったときの、その生徒さんへの裏切りがよろしくねということです。まあ、それは一環ですけどね。一環です。それは一つの面ですけれども。なので、まあ、僕自身もその出張レッスンとかはまずやらないですけれども、まあ、もし仮にやるんだとしたならば、やっぱり1時間5000円ぐらいの価格設定にはどうしてもなっちゃうかなと思います。そうしないと僕の教室 の、ね、その不公平感とかも出てきてしまうので、まあ、そのぐらいの料金にはどうしてもなってしまうと思うんですけれども、まあ、5000円はちょっと確かにちょっと高いかもしれないので、まあ、最初は2000円、3000円ぐらいでもいいかもしれませんが、コンビニのアルバイトとはちょっと訳が違うので、1時間900円とか、そういった価格設定は絶対ダメです。コンビニのアルバイトは訳が違うんですから、こちらとしてはその専門職となって、その専門知識を売るという立場になるので、そこでそのコンビニとアルバイトと一緒だっつって安売りをしないように気をつけてくださいませ。まあ、これがその多少のビジネスセンスという話です。何となく見えますでしょうか。まあ、もうちょっと具体的な話とか、まあ、2本目、3本目の動画の中でできればなと思います。はい、こんな感じ。ちょっからまとめますと、最初に僕が言ったことは、ギターの先生というのは誰でもなれると。資格とか、講習とか、検定とかがあるわけじゃないので、誰でもできると。まあ、ちょっとヤマハさんとか河合さんとか、その大手の音楽教室に入る場合は、ちょっとその限りじゃないので、まあ、いろいろあったりとかするんですけども、その辺は2本目の動画でお話をさせていただこうかなと思います。で、それらを踏まえた上で、覚えておいた方がいいこととしては、僕が思う覚えておいた方がいいこととしては2つ。一つは、その知識量というのは商品量であるということ。その商品量に自分が満足するのだったら、それはそれで構わないし、まあ、基本的にその商品量をどんどん増やし続けなければいけないよということ。で、二つ目に関しては、多少のビジネスセンスです。お金をもらうこと、お金を稼ぐことは決して悪いことではありません。けど、その多少のビジネスセンスが身についていない時点で、そのある程度商売をしようとすると、自分を安く見積もりすぎることが多々あります。なので、まあ、その周り の、ね、その教室の値段設定とかを見たりとかして、その、ね、適切な価格設定をできるように、多少のビジネスセンスを磨きましょうという話でございました。そんな感じでございます。では、また違う動画ですっげえ長いな、今回もまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、ふふといきたいところなんですけれども、ちょっくら余談。ここから余談です。本編終わりです。余談。生徒さんのニーズに応えるという話をしました。まあ、そのギター教室、ギターの先生というのもまあサービス業の一種ですからね、そのコンビニと一緒で、その生徒さんが求めているものに対してその答えなければいけないわけなんですよ。で、そう考えたときに、じゃあその自分の商品棚に置いておかなければいけない商品としては、まあ、ギターの技術だったり、ギターのメンテナンスだったりとか、その音楽知識だったりとか、理論だったりとか、まあ、そういったことを思い浮かべると思うんですけれども、そうじゃないときもあるわけなんです。そうじゃないときもある。その生徒さんのニーズが、そうじゃないときもある。なんかすげえこの言葉で言うのが難しいんですけれども、まあ、その欲しい言葉を言ってあげられるか、その欲しいアドバイスを言ってあげられるかというのは、とりあえず一つじゃないですか。で、なんかこう、ちょっとまた見方を変えると、その今練習していること、今やっていることに対して一緒に夢中になってあげられるかということもあると思うんですよ。それは別にその生徒さんがその、ね、これ欲しいですって言わないニーズですけれども、すごい必要なニーズですよね。その生徒さんがその何か一生懸命これ、ね、フレーズに夢中になっているところを僕も一緒になって夢中になってあげるわけですよ。で、その生徒さんがその、ね、直接これ欲しいって言わないけれども、そのニーズを見抜いてあげて、一緒に夢中になって練習をして集中力を高めてあげるわけなんです。こういったこともすごく大事なわけです。で、またちょっとまた別の見方をすると、まあ、生徒さん、たくさんそのギター教室の中で練習をするわけですけども、もちろん失敗するときもたくさんあるわけなんですよ。で、その失敗をしたときにその、ね、攻めたりとかするときも、まあ、たまにはあるけれども、基本的にはその、ね、面白おかしく笑ってあげると。その生徒さんが笑ったならば、その僕も思いっきり笑ってあげるし、そのギターを弾くということに対して、この一緒にこう楽しんであげるという
ニーズに応える必要があるとは僕は思うわけです。でも、そのニーズというのは、その生徒さんはね、ちょっと私と一緒にそのギターを楽しんでくださいとはまず言わないわけじゃないですか。でも、そうではなくて、そういったこの気持ちというのをこっちでこの汲み取ってあげて、その一緒にこう楽しんであげる、夢中になってあげるということがすごく大事だと思うんですけれども、でも、それはその商品棚としてね、その目に見えないところにあったりとかするので、そういったことも大事だよということを覚えておいていただきたいです。で、また2つ、ちょっくらエピソードをお話しさせていただこうかなと思うんですけれども、ちょっと雑談に近い話なんですが、60代でアコギ弾いている生徒さんがいらっしゃったんですよ。ちょっと前の話なんですけれども。で、その方、ギター始めたばっかの頃、すごいもう体中に力が入っちゃって、もうすごい偉いことになってたんです。もうストローク1回することに、肩がズバーン下がって、もうね、背中からオーラがボーンって出てきて、もうね、わっしょい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 みたいな感じになっちゃってたんですよ。で、その方に対してもちろん、ね、そのいろいろアドバイスをするわけです。ちょっと今、力を抜いてくださいと。リラックスをしてください。肩はそんな上げ下げしなくていいですよと。動かすのは腕だけですと。指先だけですと。そんな力を入れないで、もっとこうソフトに流れるような感じでギターを弾いてくださいと言ってもなかなか通じないと。で、そこで僕がお話ししたこととしては、こんな話がありました。この間ちょっといろんなカンファレンスを見ていて、ちょっと面白いなと思った話があるんです。それは何かというと、ベンジャミン・ザンダーという指揮者でもあって、作曲家でもある、まあ、音楽家がいるんですけれども、その人がこんな話をしていました。その方はピアノを弾く方なので、まあ、ピアノで実践をしてくれたんですけれども、あるカンファレンスの中で、6歳の子供が弾くピアノはこんなんだっつって、なんかこう弾いてくれたわけですよ。こんな感じ、ギターで表すとしたらこんな感じです。こんな感じ。で、その6歳の子供が1年間勉強し続けて7歳になると、こんな感じになります。で、その7歳の子供がもう1年続けて、8歳になると、こんな感じになります。で、さらに続けて9歳になると、こんな感じになります。さらに1年勉強を続けて、10歳になるとこんな感じになります。という話をしてたんです。これ、何が起こったかというと、そのピアノを始めたばっかりの頃、その習得、熟練度がまだ低い頃は、一個一個の音にパルスを乗っけてしまうという話なんですよ。一つ一つの音に意識を、パルスを。こんな感じになってしまうんです。音がすごいぎこちなくて、その流れが悪くなってしまうと。で、それをある程度習得してくると、このパルスがどん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 減っていくわけなんです。もう1年続けると。で、さらにもう1年続けると。で、さらにもう1年続けると。で、さらにもう1年続けると。その一つ一つの音にそのパルスが乗っかったのが、その曲全体で一つのパルスになると、一つの曲に対して一つのパッションでその弾くことができると、そうするとすごいこの音楽が飛んでいくような、すごい羽ばたいていくような軽い演奏になって、その流れるような演奏になると、一つ一つの音にこのパルスを乗っけているうちはまだまだすごい硬い。けど、そうじゃなくて、一つの曲に対して一つの意識を乗っける。そこをこう流れるように、飛んでいくように、翼が入るように演奏していくと、こんな感じで演奏が
すっ飛んでいくんだっつって、そんな感じの話をベンジャミン・ザンダーさんがしていたんですけれども、まあ、こんな話をさせていただいたところ、まあ、やっぱりちょっと、ね、その意識を変えられることができたのが、ちょっとこの改善してきたなんていう話がありました。で、これまた、なんて言うんでしょう、その経験による雑談って感じですからね、その別にそのいろいろ参考書とか読んでて、ね、その出てくるような話じゃないですし、まあ、いろんなところでその読んだり聞いたりとかする中で出てくる話であって、まあ、こういったこともね、その生徒さんの見えないニーズとして出すということも必要なのかなと思います。で、最後にもう一つ。これはまあ完璧に雑談ですね。というか、中子の動画。完璧に雑談ですね。男の子が、小学校4年生の男の子がいるんですけれども、まあ、小学校4年生の男の子、まあ、エレキギターを弾いて、まあ、一緒にこうね、わーっとこんなギター練習したりとかするのは男の子なんですけれども、ある日もね、めっちゃ不機嫌なんですよ。めっちゃ不機嫌なんです。もう教室に入ってくるなり、もうね、いつもなんかね、笑ったりとか、笑顔でなんかいろいろ喋ってきたりとかするんですけども、その日はすげえムスッとしてるんです。で、すごいムスッとしてて、なんかね、機嫌悪いのかなと思って、今日どうしたのって言って、なんかすごい、今日なんかね、笑顔がないねって、なんか嫌なことでもあったなんて言ったら、別にって言うわけですよ。いや、別にってことはなかろう。だって、全然機嫌悪そうだもん。なんかいつものこのオーラがないねって言って、なんか学校嫌なことあったでしょみたいな。と言っても、いや別にっつって、なんかじゃあ今日ちょっと何やったかちょっといろいろ話してっつって、今日学校で何してきたっつって、何の授業やったっつって、で今日こんな授業があって、こんな授業があってっつって、でその中でそのどこどこの友達の中に行って、その友達と喧嘩したっつったんですよ。その友達の家に遊びに行って、一緒にゲームをやってたんだけども、そのゲームでなんかこうね、ちょっと揉め事が起こって、その友達と喧嘩して家に帰ってきたなって言ってて、もう絶対それじゃんっつって、絶対それめちゃめちゃ気にしてるやんお前って、なんか言いたかったんですけども、まあそうなんだ、その友達と喧嘩したんだっつって、え、何その友達、何いつも何遊んでる何々君っつって、あ、そうそいつっつって、なんでそんな喧嘩したのっつって、いや、こんな感じでっつって、もう結構些細なことなんですよ、ゲームの話ですから。で、その中でその、ね、その友達がもう頭に来て、もうお前なんか友達じゃないみたいなことを言ったら、その男の子も、いや、元からお前なんか友達じゃねえしっつって、で、そんな家を飛び出して、家に帰って、ギター教室に来たという流れらしいんですけれども、まあ、そういうめちゃめちゃその、ね、落ち込んでるわけなんですよ。で、いろいろこう話を聞いていると、そのいつも登場してくるその仲のいい男の子なわけです、その友達が。で、ね、誰々君って友達はいつも仲良くて、よく遊んでるじゃんかっつって。うん、で、なんかすごい。ね、なんか一緒の学校じゃないかもしれないけど、なんか結構長い間遊んでるじゃんっつって、最初に会ったのとかっていつなんて言ったら、うん、6年前ぐらいっつって、6年間なんかいろいろ遊んできて、なんかいろいろ思い出とかもあったりとかして、ね、なんかたくさん遊んだりとかしてきたじゃんねっつって、でそんな、ね、楽しい思い出とかすごいたくさんあるけども、今日ゲームちょっと一緒にやってて、少しこの争いが生まれて喧嘩して、なんか友達じゃないっつって、お互い友達辞めたらすごいなんかもったいないと思わないって言ったら、その友達もなんかもったいないって言うわけなんですよ。なんでそのね、多分まあね、その友達もちょっとまあね、ムカつくとこもあったかもしれないし、君もムカつくとこもあったかもしれないけども、でもなんかね、どっちかがそのごめんとかね、この間ごめんねっつって謝ったりとかすれば、なんかまたこうね、一緒に友達になったりとかして遊ぶこともできるからね、ちょっとなんか今日電話して謝ってみればみたいな話をしたら、いや今日はダメだっつって、じゃあ明日学校で会った時に謝ってみれば、学校違うっつって、じゃあ、ね、いつ次会うのかなって分かんないっていうから、うん、じゃあ次は日曜日、じゃあちょっと電話してなんか謝ってごらんっつって、でそのままいつも通り遊んだりとかすればまた面白く、ね、その友達と遊ぶことができるからさなんつっていう話をしたんですけども、でまあそしたらね、その友達は、あ、その男の子はそんな感じにしたらしくて、まあ翌週からその元気にギターを弾く子になったわけなんですけども、なんかその30分間のレッスンは本当もその子供のなんかその喧嘩相談みたいな感じになってしまったんですが、うん、まあ、そんな感じでその音楽じゃないところも、うん、アドバイスをするというか、そのなんかすごい僕はなんかね、おごり高ぶるというか、すごいおこがましいところもあったりするかもしれないですけども、そういったところもやっぱたまには面倒見なきゃいけないなと思うところもたまにはあります。はい、そうですね。あとまた別の話でいくと、たまに僕すごい怒るんですよ。珍しくないですか？あんまりイメージなくないですか？発表会が近いのに本当に練習してこない人がいて、もうその時はさすがにちょっと怒りました。僕と同い年のアコギの生徒さんなんですけれども、さすがにそこにちょっと怒りました。ちょっとどういうことですかっつって、先週練習してくるって言ったじゃないですか。絶対しないですよね、これ。つって、全然覚えてないじゃないですか。つって、で、もう発表会までこんだけしかないので、こんなどうするつもりですかっつって、もうすごい責めることもたまにはあります。でもそれはその、生徒さんに何が必要かっていうのをね、そのこっちで見極めて、どうアクションしてあげられるかっていう話なので、まあ、そういった時もあるということですね。はい。すごい、なんか心構えを軽く話をしようと思ってただけなんですけども、30分ぐらいに
なってしまいましたね。この先、2本目、3本目の動画でどうなっていくんでしょうか。やっぱりテーマ的にあれなんですかね。その簡単に済むこと、済ませられない内容なんでしょうかね。はい。今、2本目、3本目がどのくらい流せないのか、すごい不安でしょうがないですけども、とりあえず1本目の動画はここで終わりにしようかなと思います。もし何か聞きたいこととか、質問したいこととかあったらね、ちらちらと答えてみようかなと思いますので、よかったらコメントの方にもいろいろ書いてみてくださいませ。そんな感じでございます。それではまた、すげえ長い動画になりましたけれども、また興味がありましたら、次の動画に進んでみてくださいませ。それでは、さよなら。あははははは。